皆さんこんにちは。今日はセリアの購入品紹介になります。よかったら最後までご視聴お願いいたします。まずはこちらです。結構今回はハロウィン商品をたくさん買ってきました。まずこちらのペーパーナプキンです。柄がこちらとこちら2種類あったんですけど、私今回こちらの柄を買ってきました。こちらと続いてこちらのマステを買ってきました。これは黄色と赤があって、今回は黄色を買ってきました。続いてこちらです。これはレースリボン、こんな感じの。ハロウィンファイル作れるか微妙なんですけど、作れたらハロウィンファイルに使いたいなと思って買ってきました。こちらと続いてこちらです。ゾンビクマちゃんバスボール、これは入浴剤です。この丸い入浴剤の中にこちらの4種類のマスコット、どれが入っているかはやってみてのお楽しみなんですかね。こういう何でしたっけ、コワカワ怖いけど可愛いみたいな、こういうキャラ好きなんで買ってみました。こちらです。ダイカットジップバッと、続いてこちらです。これはディズニーつむつむのハロウィンのジップバッグです。こちら3枚入りですね。
ちらです。これはもうすごいタイプです。点滴の闇皮っていうんですかね、こういう感じすごく好きです。続いてこちらです。これメモ帳ですね。ブロックメモ。この柄が2種類あったんですけど、こちらの1種類だけ買ってきました。私間違えて表紙を切っちゃったんですけど、これは表紙でした。柄は1種類ですね。このハロウィンのデザインペーパー。柄は全部同じですね。ハロウィン商品は以上になります。そして続いてこちらです。ピンクの布テープ。今私引っ越しの準備をいろいろしていて、私の紙物とかをこのピンクのテープで上段ボール留めようかなと思って、そしたら分かりやすいかなと思ってこれ買ってきました。続いてこちらです。でマグネット、ではこちらです。ネイルパーツシール、今これやっているのがシンプルだったのでやりたかったんですけどなかったので、またストックで買っときました。続いてからがデザインペーパーになります。まずこちらです。デザインペーパーファンシーポップ、これは12枚入りです。これがしっかりした紙質ですね。そしてこのキラキラです。ところどころにホログラムが、
続いてこちらです。これも12枚入りです。これもしっかりした紙質のペーパーです。これも所々にホログラムが。こちらと続いてこちらです。これは24枚入り、これは4図柄です。これは両面印刷になります。なんかセリアさんでリバーシブルって珍しいなと思って。すごくなんかユーモアがあるペーパーだなと思って。モグラが芝生、こちらのチーズ、ネズミ、こちらの牛さん、牛です。でこちらの羊、あ、羊が毛糸ですね。毛糸なんですね。これは前からあるやつかな、多分前からあるんですけど、買ったのは初めてなので、これも12枚入りになります。格子がとっても綺麗だったので、はい、購入品は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。